Thank you.
あんたが暁のミンフィリアかい？ええ、私です。ようこそレブナンツトールへ。なあ、に幼なじみの頼みとあっちゃ断れないさ。彼女はムーン・ブリダさん、ウリエンジェさんの友人でエーテライト技術の権威でもあるシャーレアンの賢人よ。そして何より、私たちが進めていたアシエンの魂を捕らえる折、白星石の共同研究者でもあるの。よろしくな。用意だ。久しぶりじゃないか。あら、イダに知り合いがいただなんて意外ね。どういうこと？私だってパパリモの他にも友達くらいいるよ。僕がいつ友達になったんだ？みんな揃ったわね。では改めて紹介します。彼女はムーン・ブリダさん。今回シャーレアン本国から足を運んでもらったわ。ムーン・ブリダさんには白星石の試作品を持ってきてもらったの。本来はシャーレアン本国で研究を続けてもらう予定だったけれど、彼女はエーテライト技術の権威、先の芝の件もあり、急ぎ合流してもらったの。この巻は未完成だが、残すところは最終調整だけだ。どのみち最後はエオルゼアのエーテルに合わせて仕上げようと思っていたからね。いい機会だったよ。やれやれ、相変わらずの言葉遣いですね。もう少しみやびやかにはできないものなのですか？ウリエンジェ、やろう、会いたかったぜ。やめなさい、ムーンブリだ。それより離れなさい。なんだよ、冷たいな。幼なじみのあんたがエオルゼアに渡ってからは会うことも少なくなって寂しい思いをしてたんだぜ。それが突然お前の全てが欲しいって言ってきたから、喜んで飛んできたってのに。おいおい、隅に置けないな。お待ちなさい。問題の解決にあなたの技術と知識の全てが必要、そう伝えただけではないですか。ともかく積もる話は後にすべき。今は何より
眼前の障害を取り除くことが先決。この地に新たな神を降ろさせぬためにも。ああ、そうだったな。何でも転送先のエーテライトが機能していなくて困っているようじゃないか。ええ、そうなの。私たちが追っている異端者、氷の巫女ことイゼルがスノークローク代表壁の最深部にあったエーテライトを用いてさらに西方へと逃亡。その後追撃を防ぐため転送先のエーテライトを破壊したと思われます。これによりこちらから転移することができなくなったわ。おそらく彼女は転送先でシヴァを召喚する準備をしている。イシュガルドの神殿騎士団が今も別のルートを探しているけれど、現在のところ発見には至っていないの。なるほどね。転送先のエーテライトが破壊されたのか。ミンフィリア、念のために聞くが、転送元と転送先双方のエーテライトは少し前まで機能していたんだな。ええ、測定したエーテルの流れから転移の成功を示していたとの報告を受けています。それにイゼルが転送するのを目撃した証人がここにいるわ。うん、転送痕跡は残っているか。ならやり方はある。本当なの？ああ、転送先のエーテライトを強制的に再起動させりゃいいんだ。そもそもエーテライトっていうのは夜の海原で港の位置を知らせる灯台のようなものさ。その明かりがなければエーテライト間の地脈の本流に流された時出口を見つけ出せなくなっちまう。これが転送が機能していない状態だね。だからこちらから強制的に灯台を灯して出口を指し示す。転送先の地脈の結節点に向けて転送痕跡に沿って直接エーテルを流し込むってわけだ。しかしそのためには莫大な量のエーテルを流し転送先のエーテライトに干渉させる必要があるのでは？そんな密度のエーテルをどうやって？僕たちが協力すれば相応のエーテルは作り出せるかもしれない。ただ幾人もの術者が放つエーテルを一つにまとめ大きな流れにするとなると至難の業だぞ。転送元のエーテライトが機能していない場合は私一人で何とかなったけど、さすがに今回ばかりは。そこで私が持ってきた白星石を使うのさ。これはアシエンほどの強大なエーテル界を封じ込めるために作った巻。こいつにあんたらから放たれたエーテルを全て吸収させ、相応の量がたまったらエーテライト経由で一気に流し込む。ただしこの白星石がエーテルを保持していられるのはごく短期間だけだからね。エーテルの封じ込めから放出まで現地でやるしかない。ムーンブリダさんの考えてくれた方法以外に選択肢はないわね。先の転送からかなり時間が経過しています。転送痕跡が消えてしまう前に行動しましょう。んじゃ善は急げだ。案内してくれ。